試合中に号泣した今宮健太。2012年の対オリックス戦、プロ3年目の今宮は3対4の8回からショートの守備固めに入る。この回からマウンドに上がった金沢武人はワンアウトから北川博俊に2塁内野安打、 T 岡田に四球、バルディリス敬遠で満塁のピンチ。打席には鈴木文弘。フルカウントから金沢の投じたボールになんとか鈴木も食らいつく。しかし打球は当たり損ないのゴロとなり今宮の前に転がる。打球を素早く掴んだ今宮は当然のように本塁封殺を狙った。ところが握りを気にしてかワンテンポ動作が遅れ、本塁への送球も一塁側にそれてしまう。この間に2人のランナーが生還し3対6とリードを広げられ、秋山浩二監督が投手交代を告げる。マウンドに内野手が集まり今宮の目には悔し涙が。4対6で敗れた試合後、今宮は切り替えるのも大事だけどこの悔しさを忘れてはいけないとコメントし、プロ初安打より先に記録する羽目になった、初エラーを初めての経験というだけで終わらせたくないと誓った。以後必死に練習を重ね5年連続ゴールデングラブ賞受賞と球界を代表するショートに成長したのだった。